夏本番を前に暑さから身を守るのに役立ててもらおうと、高知市の2つの施設に誰でも利用できる涼み処が初めて設置されました。高知市涼み処と名付けられたスペースは、高知市役所と大手ピアの2カ所に初めて設置されました。国が今年4月に熱中症特別警戒アラートの運用を始めるなど、新たな熱中症対策に取り組んでいることを受けて、高知市でも涼み処を設置。熱中症特別警戒アラートが出された際には、極端な暑さから避難するためのクーリングシェルターとしての役割も担います。高知市役所の1階市民ロビーの涼み処は今日から利用が可能になりました。こちらでは床から涼しい風が出るようになっていて、同時に35人までが休憩できます。大手ピアのクーリングシェルターは入り口の近くにあります。すぐに体をゆっくりと休めることができます。大手ピアには1階と4階の2カ所に涼み処が設置されました。こちらでは椅子に座って休むだけでなく、自動販売機の飲み物で水分補給もしながら涼んでほしいとしています。ここは水分補給もできるしね。で、そうね、もうこれから夏日が多くなるからちょうどやない、日差しもないし、ゆったりできるのと違う。高知市は外出する際には熱中症特別警戒アラートが出ているかどうかを確認し、基本的な熱中症対策をした上で涼み処を利用してほしいとしています。まずはご自宅の方でも基本的な熱中症対策をしっかり取り組んでいただいて、報道機関の方でもいろんな情報提供していただいておりますので、そういったことも参考にしていただきながら、まずは日頃から取り組んでいただければと思います。その上でどうしても外出をされることはあると思いますので、そういった際にこうした施設のご利用いただければと思います。涼み処は市役所と大手ピアどちらも9月30日まで設置されます。高知市は今年度の利用状況を見て、来年度以降設置場所を増やすかなどを検討するとしています。